皆さんこんにちは、エンビです。今回プレイするのはヘンターベルグのダンジョンというゲームですね。こちら2024年7月の19日にリリースされるようですね。どういったゲームかストアページを見てみると、ヘンターベルグの至る所に住むモンスターを倒すには剣と魔法が不可欠、風を操ったり魔法で空中からスノーボードを出現させたり、ゼリーの塊で敵を凍らせたり、好きな方法で倒していこうっていうアドベンチャーアクション RPG みたいですね。コントローラーが推奨されてますので、Xbox の認定を受けた正式コントローラーでやっていこうかと思います。で、設定で日本語がね、あるんで、まあまあ日本語でプレイしていきましょう。田舎に帰ってきた感じなのかな。アルプスのど真ん中にある25個の魔法のダンジョン。マスコミをはじめ手の込んだ作り話って騒いでたと思ったら、次は集団見学だってね。だけどこうしてちゃんと存在している。今から数週間私はここに滞在するんだ。ここなら少しの間、法律事務所の新米弁護士である必要はない。あ、新米弁護士だったんだ、この人。チェックインしていこう。さあ、始まりましたね。アニメ調。すっごいアニメ調。ここまでアニメ調なのってなかなかないですよね。わ、すごいな。転がれる。あ、送られた。操作方法とかは、あ、はいはいはい。X が小ぶりの剣みたいな。で、A が大ぶりの剣みたいな。そんな感じですね。右のスティック、押し込みで、こう、元に戻るんだね、こうやって。なるほど。ぐらいしかちょっとわからないですね。話せんのかな？話せない？話せないか。まあ、入ろう言ってるんで、入りましょうか。ゲストハウスの中の空気は、重厚な木の香りがする。かすかにもみの木の芳香剤の匂いも混じってるかな。一瞬うちに子供の頃に行ったスキー旅行を思い出しちゃう。ヘンダーヒル家へようこそ。ロイライン、ルイーザ・ドルファーです。あ、そうだわ。102号室ね。ここでは携帯が圏外みたいなんだけど、部屋では使えるのかな。あら、パンフレットもらってないかしら。ヘンダーヒル家周辺は携帯電話の電波が届かない。残念だけど、ネット回線もね。魔法の副作用なのよ。よかった。ここでは仕事のメールを確認しなくて済む。そっちかい。気にすんの。まだ、お部屋の準備ができてないの。あと30分くらいかしらね。正直現場に繰り出してモンスターを討伐するのが待ちきれなくて、どこに行ったらいいかな。あら、それなら私は、クラウンスに連絡は入れるわ。彼は、常駐トレーナーなの。彼が初心者用ダンジョンに案内してくれるわ。うん、助かる。それは助かる。すぐに手配するわね。クラウスは観光案内所で待っているそうよ。地図に彼の現場の地形を記しておくわね。ああ、地図機能があるみたいですね。そこそこ広いですね、割と。まあいいや。そこを抜けるのが一番近道を、右の小道を進めばすぐにたどり着くわ。こんな急に予約を取ってくれるなんて、クラウスはいい人ね。ここで滞在を楽しんでね、ロイライン。新たなクエスト到着。地図を見るのは？あ、はいはいはい。地図を見るのはこれか。あ、到着ってここだ。現在ここですね。で、こっちに到着って、こっちに行けばいいんだ。オッケーオッケー。このまっすぐですね。観光客エリア。あ、エリアごとに分かれてんのか。こっちか。あ、いましたね。この人ですかね。ロイライン、ルイーザだね。はじめまして。クラウスだ。クラウス・フォン・バッハ。
登山家としてかなり有名。昔過小評価されているハイキングコース関連のテレビ番組のコーナーを持ってたよね。そうなんだ。討伐のコツはある？討伐中気をつけることってあるのかな？そう慌てるな。よし、今日はゆっくり進めていこう。いいな。俺は君のすぐ後ろにいるから。でも警戒を怠らず周囲の状況を把握するんだ。パンフレットになんて書かれてあろうと、これは危険なスポーツだ。そこはちゃんと分かってるな。スポーツなの？うん、はっきりと。よろしい。それが気だったんだ。俺たちは最初のダンジョンはシティ高校のプロムナードだろ。ポータルにたどり着く前にモンスターに出くわすだろう。準備はいいか。行こう。いよいよモンスター討伐ですかね。戦うんだ。走んのよかな、これ。今んとこ走れはしないですかね。さあ、敵ですかね。すぐ攻撃に仕掛ける。君を褒め合ってる。何か質問は？やってやろう。準備ができた。君の剣の腕を見せてもらおうじゃないか。ああ、はいはい。軽攻撃ですね。X、Y 攻撃か重攻撃。なるほど。行こう。おい。ああ、連続攻撃できますね。あ、結構操作簡単にできますね、これ。上出来た。次行くとするか。なんか取りましたね。素材落としていくみたいですね。モンスターのパーツ。なんか、スライムか。これは体力を回復してくれるんだ。剣で撃ってみろ。すぐその効果がわかる。原始モンスターの塊に出くわした剣または魔法スキルでヒットを与えよう。HP と MP を一部回復してくれる。あ、そうなの。ああ、ほんとだ。左上に書いてますね。なるほど。一つアドバイスをやろう。ほとんどの初心者はこの怪物たちが倒れる前ひたすら殴り続けるが、あいつらと戦いながら攻撃をかわす練習してみろ。攻撃をタイミングよくかわせば入院せずに済む。回避は B。OK。ただスタミナを使うですね。こうですよね。こうしながらこう。合ってんのかどうかわからんけど。はい。あ、ちょっと上手いんじゃないって勘違いさせてくれますね、この敵。面白いな。よくやったルイーザ。基礎がこれだけ重要なのか忘れてしまうが。物理攻撃でモンスターの攻撃をかわすことが必要不可欠。なるほど。いや、ほんと、綺麗ですよね。なんか一枚一枚描いたような感じですよね。見てみろ。宝箱だ。いいね。いいじゃん。それ全部私の？何を待ってる？さあ、開けてみろ。宝箱。蹴って開けるんだな。500ヒンターバッグ。お金かな？ユーロじゃないんだ。魔法薬や討伐の準備などには使えないな。ワグナー村長がここに滞在する冒険家たちの条件を公平にするために、独自に通貨を投入したんだ。心配するな。レストランでは今でもクレジットカードが使える。ネットが通じひんのにクレジットカードは使えるのに。ダンジョンはその角を曲がったところにある。ここだ。君の最初のダンジョンポータル。俺も君のすぐ後ろに入るから。ダンジョンのスタンプ帳を持っているな。目標はダンジョンの出口にたどり着いてスタンプをゲットすることだ。絶対に忘れるんじゃないぞ。出口にたどり着いたらスタンプ帳にスタンプを押してもらうんだ。スタンプをもらうまで出口のポータルは開かないからな。ほう。中に入る。
君がダンジョンを完了した俺も行く。あ、これがスライムっていう回復なんですね。よし、入りましょうか。 A で入る。ポータルが現実パネルにした熱を発している。私、本当に立ち向かう覚悟ができてるのかな。ダンジョンに進む。さあ、ここがダンジョンの世界ですかね。光ってんだ。クラスは来るんだよね。もう結構経ってるけど。一人で周りを見に行った方がいいのかな。周りを見ましょう。ジャンプがないんだよな。うん、ジャンプないですね。よいしょっと。珍しいですよね。こういうゲーム、ジャンプある感じがするけど。ルイーザ、こっちだ。いつの間に？大丈夫か？ダンジョンがいつもと違うんだ。ポータルもいつもの場所に出してくれなかった。気をつけるんだぞ。先の方で君と合流できるようにする。一緒に行ってくれないんだ。あそこ宝箱がありますね。これ、ああ、勝手に行くんだ、こうやって。よいしょと。初心者ダンジョン、ゴミ。ここ行けないか。よいしょと。あれ、敵かな？すごい顔してんな、この敵。敵を標的に設定。標的をロックオンと切り替えができるってことですね。ロックオン。よいしょと。はい。終わり？終わった。回復はいいか。あそこに車があるけど、あれ乗れんのかな？なんか、ぷかぷか浮いてますね。こっちだ。まだ君のところまで行く方法が見つからないんだ。この先、飛び越えなきゃいけないところが数箇所かある。君なら、問題ないはずだ。あ、ジャンプするのには、あれか、近づかないと表示されない感じのやつかな？うん、そんな感じですね。これを、ジャンプ。あ、そんな感じだ。表示されるんですね、これ。勝手に。おいしょっと。これは、あ、はいはいはい。こういう風に感じで、登っていくんですね。はい。おお、なんだなんだ？今の感じだか？地面が揺れただろ。何かがおかしい。先を急ごう。気をつけるんだぞ。いやいや、そっから見ずに、こっち降りてきてくれたらいいやん。おお、敵ですね。お、今度は強いんじゃないか？ああ、初めてダメージ食らった。よいしょっと。ああ、もうなんだ、一匹出てきぞ。いてててて。爆発すんのか、敵。よいしょっと。おい。やだーって言って逃げてる。面白いな。逃げ方が面白い。オッケー。回復していこうか。オッケー。これはどうやっていくんだ？スタミナ切れ。ああ、通っていくの。あ、これ、倒すのか、これを。あ、やっぱそういうことだ。はい。これできるよね。宝箱。500。いろいろとちょっとした謎解き要素がありますね。おお、びっくりした。これいけないね。ちょっとした謎解き要素。よし、ちょっと、開けてと。あれ壊すのか。あ、こうね。はいはいはい。こういって、これを壊すと。あ、こう。ああ、畳んだ。何あれ、めっちゃ怪しくない？あの像。絶対敵いるでしょ、あれ。壊さないといけないかな。壊さないと進まないみたいですね、これ。しょうがない。
こう。こう。あれ、上上がれない？オッケーオッケー。よし。潰しましょう。次あっちか。よし。これも潰してと。最後の一本ですね。絶対敵だろ、あれ。来た来た。あ？かかってこないのか。ほんまにかかってこない？確認。絶対来そうな気しますけどね、あれ。気のせいか。来ないっすね。よしと。あ、もっとすごい銅像があった。バカでか、あれ。めちゃめちゃでかい銅像ありますね、あれ。おうおうおう。おい、こっちだ！ここからだと合流できない。君が自力で進むしかない。急ぐんだ。この地震、嫌な感じがする。そうなの？よしと。そっちまで行くっつったってさ、どう行けばいいんだ？あ？おお、なんか出てきた。持ち上げようとする。おお、下級クランプス。初心者ダンジョンの触手。大悪魔。何をしたいんだ、こいつ。攻撃当てれないですよね。触手をこれ全部、買っとったらいいのかな、こうやって。そういうわけじゃない。支えてる触手を倒したらいいんだ、あれ。ああいうやつね。おーおーおー、危ない。危ない。危ない危ない危ない。よし、と。めっちゃ見られてるわ。危ない危ない危ない。いでいで。よし、一つ倒した。あともう一つ倒したらいいでしょう。あれね。あ、いけたいけた。よし。たまたまいけたわ。オッケー、いけた。これ倒したら勝ちでしょう。オッケー。どう？あ、挟まってる挟まってる。今がチャンスだ。やっつけた？あ、やっつけたのかな？はいはいはい。ルイザー！動け！今すぐ！しっかりしろ！この場所、全体が崩れ落ちている。行け！行くんだ！行けっつったって。おー、危ない危ない危ない。危ない危ない危ない。危ない危ない危ない。やばいやばいやばい。めっちゃ崩れるぞ。やばいー。危ない危ない。急げ、急げ、急げ、急げ。危ない危ない、急げ、急げ。危ない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 。間に合うのか、これ。いけるか。よし。スタンプ調達。スタンプがないとダンジョンから出れない。君のスタンプ帳を渡せ。今すぐ。ああ、なるほど。これがスタンプ帳か。なんかいろいろダンジョンがいっぱいありますね。手動でゲームをセーブしますか。はい。ああ、セーブスロットがあるみたいですね。どうやらね。もう、フロイライン行ったら、みんなびっくりしたのよ。何があったの？ダンジョンが崩壊したのは覚えてるんだけど、地震の後、クラウスがあなたのことを、お前連れてきたのよ。お医者さんも呼んできたの。しっかりと検査してくれたけど、もう大丈夫だって。それじゃあゆっくりしてね、フロイライン。何か必要だったらいつでも受付に電話してね。日数1日。1日目の夜ってことか。今夜は眠れそうにないな。目を閉じると地面が崩れ落ちていくのを見えて、私は命がけで走っている。何か飲まないと電車の切符を買って法律事務所で働いて普通の人になりたい。心が揺れ動いてますね。初日が厳しかったようだね。誰あんた。まあそうとも言える。君みたいな目をしている初心者を何人も見てきた。いつも語ることは同じ。これは間違いだったって。私は楽しみにしてたのに。ここでの休暇をすごく楽しみにしてたんだ。
一体何を考えていたんだろう。こんなものが合法だなんてありえないよ。儲かるからありえるんだな、これが。これに座っていい？お友達になったのかな、これ。地震が起きた時に男女の中にいたんだね。おお、そりゃ最悪の一日だね。命からがら逃げたよ。あんなに怖かったの初めて。わかるよ、私はドーバー高原にいたんだ。結構な揺れだったね。初めて魔法を使うのにぴったりのダンジョンがドーバー高原にあるんだ。地図に印をつけてあげるんだよ。ケーブルカーで山を登ってそこからチャットしたハイキング。モンスターが何体かいてパズルもいくつかあるけど君なら大丈夫。どうだったか教えてよね。いざ出発。ああ、これで行き先を決めるみたいな感じになるんですね。なるほど。ドーバー高原で行きましょう。はい。正午。山岳地帯ですね。新たなワープ地点をアンロック。山岳駅。ああ、これで戻れるんですね、こっち側に。ああ、冒険者がいろいろいるみたいですね。ドーバー・コーギルへようこそ。タッツェル・ブルムが住む場所だ。モンスターがいるって聞いたけど。ああ、時々、コボルトは見るけど。斧使いですね、この人。あれ、もしかして今日が初めて？まだ魔法の詠唱したことないってこと？すっごく若くするよ。あの道を行ってみて。ありがとう。とりあえず行ってくるよ。私の HP 魔法薬、いくつかあげるよ。どうせ一日中仕事だから。なんかもらいましたね。回復薬ですかね、魔法の。クイックスロットで割り当てる。あ、割り当て式なんですね、これ。全部で3つだ。なるほど。B でウィンドウを閉じる。あー、左下に割り当てがありますね。これで X を押すと使えるってことなんでしょうね、きっと。割り当てはどうやってやるんだ、これ。インベントリ。魔法薬。あ、こうですね。はいはい。これで切り替えることができる。OK。さあ、こっからどんどんまっすぐ行きましょうか、とりあえず。あ、地図がありますね。ワープ。あー。一回行ったところにワープできるってことですね、これ。さあ、ガンガン登っていきましょう。わ、なんだあれ。ペルヒタ、ピッツル、ニッコス魔法から、ウェルアクションお大事に。お、君もな、お大事に。魔法が手に入るって聞いたんだけど。あ、確かにそうだ。集中すれば呪文が授かるってわけだ。え、そんな簡単なの？それだけ？ただ？お、授かった？おお、魔法を授かったのかな？メインスキル。スキルボタンを長押しして狙いを定め、ボタンを放出して鉄球を投げてみよう。鉄球が起爆する。鉄球の重さは時に役立つかもしれない。はあ。遠距離スキル。スキルボタンを長押しして狙いを定め、ボタンを離して鎖のついた金属玉をお見舞いしよう。新しいスキルを試してみな。うん、思いがけない形で役に立つかもしれないぞ。なんか全部理解してるみたいだね。一緒にダンジョンに行かない？僕の研究はダンジョンに挑戦できないほど進んでいない。魔法。ああ、こういうのが、こういう、これが魔法ですね。起爆する。はいはいはい。でもう一つが鎖の魔法みたいな感じで、もう一回やったら引っ込める。ああ、なるほどね。これを潰したらいいのか。鉄球魔法。ここに置いたらいいのかな、こうやって。で、起爆。ああ、なるほど。そういうことだ。これは、無理かな？
やってみるか。はい。あ、いけるわ。ちょっと地図見よっか。ここをまっすぐ行って、こう進んでいくような感じかな。ぽいですよね。そうしよう。あ、羊もいる。餌をやる。餌持ってんの？結構ゲート細かいですね。廃校。廃校に向かってったらいいかな。ワープできる場所ですね。廃校がダンジョンですかね。あ、誰かいてる。魔法スキルって本当にすごいのね。ボール&チェーンの魔法をあの緑のスライムに使ってみてよ。あれ？引っ張ることができるのよ。ああ、なるほど。くっつけて引っ張って倒すみたいな感じ？すごくかっこいいと思わない？はあはあ。これを、こう。で、引き上げる。ああ、なるほど。はいはいはい。ああ、敵か。あ、戦闘中はスキルを使うと MP を消費するってことですね。MP は剣でモンスターをヒットすると回復する。ああ、特に重量攻撃。Y ボタンの攻撃ですかね。あれをすれば回復が効果的。はいはい。よいしょ。魔法を使っていこう。あ、ほんとだ。強攻撃の方が回復しますね、これ。なるほど。倒した。よし、とどめだ。おいえ。危ない危ない。よし、倒した。こっちは？あそこなんかあんの？あ、綺麗ですね。ほんと山って感じだな。ロープウェイがある。景色を眺めながらこう行くのいいですよね。誰かいてる。昨日の地震でここはボロボロだ。あのはしごの上にある石の塊が見えるかい？あんなの前はなかったよ。このダンジョン楽しみにしてるの。あの石を一掃する方法があるはずなんだけど。ああ。これ潰したらいいの？登る。これで魔法は使えない。これ使えないのか。あ、これ引っ張るんだ。これを、こう。引っ張る。おお、来た来た来た。あー、そうかそうか。自分が乗ってないといけないのか、これ。でも乗れないぞ。これを置いて、あー、入った入った入った。そうそうそう、それで、これをこう。こう動かして、これ。あー、しまった。遅かったですね。もっと早くしないといけないんだ。こうして、転がして、これ。はい。いけ。爆発！よしよし、うまくいった。これで OK ですね。何これ？深そう。謎解き要素はありますね、結構ね。宝箱。ヌーバーハート、剣。装備要素とかあんの？装備とかは特になさそう。あ、あるわ。ありますね。これに変えましょうか。装備。うん。よしよし。あ、ここでワープできるんですね。はいはいはい。なるほど。廃校、行きましょう。看板には各ダンジョンのモンスターの難易度をスレイヤーたちに示している。これはレベル1。試してみるか。ダンジョンに入る。レベル1ダンジョンですね。さあ、着きましたね。さあ、進んでいきましょうか、とりあえずね。なんかある。ゴミ。モンスターの歯。これ入ってったらいいのか。降りる。いや、深そうですよね、これ。大きな井戸の中みたいな感じだな。あ、なんか見られてる。見られてるよ、後ろ。後ろ、後ろ。わー、いきなり敵。よいしょと。よいしょと。おー、どんどん出てくんね。いや、剣が強くなってもそんなに今のところ変わらないかな。
ここも謎解き要素っぽい。これを押して、はいはいはい。あ、ここ、重りにすんのかな、これ。これを、引っ張れない、これ。これダメージ受けんの？あ、オッケーオッケーオッケー。謎解き要素ありますね。あ、これでいいの？これ、あ、はいはい、あっちも開けないといけないね。これ岩が邪魔してんのかな？これを開く。あ、宝箱か、これ。宝箱動かせないよね。なんか物を置かないといけないですよね、あそこに。あ、これ置いたらいいのか。はい。OK、今のうち行こう。あー、そういうことだ。え？ちょっと待って。どっか上になんかあんのかな？あ、あれっぽい。来い。これで引く。あれ違う？おっさんにぶつけるとか？そういうわけじゃないな。ジャンプで普通に行けんのこれ。あ、行けますね、普通に。ジャンプ。OK。このダンジョンに入るのは行列があるの。時間があったら寄ってきよう。クエストかな？クエストっぽいっすよね。うん。さあ、上行きましょうか。これ、いまいちこのジャンプの時がわかんないんですよ、タイミングが。ここはわかるけど、さっきみたいな場所の時はジャンプがわかりにくいね。あ、ここ橋だったんだな、これ。こうして、こう。ああ、なるほど。そういう感じ。もういけんのこれ。あ、いけるいける。これ落ちちゃう。あ、あそこ行くんですね。よいしょっと。あ、確かにこれコントローラーがないとちょっと厳しいかもしれないですね。よいしょっと。コントローラー推奨する理由多分あそこだな。これはいけないな。こっちか。ここも閉じちゃってる。こっちは？こっち行ける。これは取れないのか。うおー、びっくりした敵だ。モンスターの歯っていうのが気になるな。あ、ここ爆破できそうですね。オッケー。宝箱か。ボタン。さっきの道ですね、これ。どんどん進んでいきましょうか。敵ですね。魔法シールド。魔法シールド。一部の敵は再生する魔法シールドによって守られている。魔法シールドの HP は敵の頭上に表示される緑色のメーターで示される。魔法スキルを使い、より早くシールドを消耗させよう。それを破壊しないとダメージを与えることができないのか。なるほど。よしと、首長すぎやろ。これ魔法でとりあえず、ボコスカやってったらいいんじゃない？魔法シールドが、そろそろ。オッケー、魔法シールド切れた。あ、なんだその合意。あ、まあまあまあ、これなんだろう。あ、敵が出てきた。おお、あ、結構ダメージ受けましたね。やばいやばい、ちょっと調子に乗りすぎた。おいしょ、チャンス。オッケー、倒した。オッケーオッケー、結構ダメージ受けましたね。よいしょと。オッケー。これ何？乗る。おお、いきなりジェットコースター始まった。ああ、なるほど。そういう使い方ってことかな、これ。何これ。潰れてる。あそこ行けそうだけどな。あー、わかった。あ、これ、こういうことだ。あー、そういうことか、やっぱり。あれでジャンプしてこう行くみたいな感じか。これ乗っとかないといけない。乗りながらそこをこう。あー、そういうこと。来た来た来た。よしよし。オッケー。ただこっちは行けないと。あれかな？あれに当てるんかな？こう。お！あ、正解。正解したと気持ちいいですよね、これ。これを破壊すんのか。爆発すんのかな？あ、これでいけんのか。
よし、ああ、引っ張るね。あ、それでいいんだ。オッケー。また始まった。謎のジェットコースター。これ合ってんのかな？合ってるこれ道。あ、こうか。あ、切り替えできるんですね、これ自分で。道を。あ、ちょっと待って。こう行って、次こっちか。合ってるっぽい。進め進もう。おう。これ分からんな、道。あー、あー、ぶつかるぶつかる。よし、ちょっと。あー、ぶつかるぶつかる。うわー、ぶつかる。あー、ぶつかる。危ない危ない。危ない危ない。危ない危ない。おう、ようぶつからんでいけたな。よし、いきなりなんか、レーシングカーみたいな。おお、危ない。レーシングカーみたいな感じでしたね。ここを登っていくのかな？よし。OK。次はなんだ？謎解き要素が結構多いですかね。これちょっと体力回復するか。よし。一回とりあえずボタンを押してみる。あー、回転させて、選ばないといけないか、これ。どっちか。あー。こっちは鍵が閉まってるか無理。どっちか選ばないといけないですね、これ。上見た感じ、右側から行った方が良さそうな気がする。これを運ばないといけない。こっちは？いけない。これもいけないですね。運ばないといけない。あ、乗ったらいいのかな？これ、そのまんま。乗ったらいいんだ。あー、ここで閉じた。で、もう一回乗るのか、これ。そう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 。オッケーオッケー。ここは何かあんのか？あ、宝箱か。じゃあもう一回乗って。あ、あれ、レーンを変えないといけないんじゃないか？レーンを変えないといけない。で、これで一旦乗って。で、こっち側に来させて、これで押すと。オッケーオッケー。これでいいや。オッケー。あ、回すのか、あれを。オッケーオッケー。よし。もう一回元に戻る。よし。で、これを移動させて。よし。で、もう一回押してと。よし。これでオッケー。あー、進みましたね。無事進んだわ。おお、あ、これもボスかな、これ。あー、危ない。おし、お、なんだ、何それ、何それ、何それ。おお、おお何それ、ついてくるんですけど。やばいやばいやばい。消えた消えた。そういう魔法使いか、こいつ。魔女ってこいつのことか。魔女を見たって言ったじゃないですか、オープニングで。おお、これ壊せる？壊せない。危ない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 。あ、いずれ消えるんですね、あれ。そこそこダメージ与えた。でも、あ、敵が出てきた。おお、何何それ。よし、ちょっと、あ、危ない危ない危ない。危ない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 。よし、今チャンス、チャンス、チャンス。よし、と爆発しろ。よし、危ない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 。よし。これで OK でしょ。よし。OKOK。スタンプ押さないといけないですよね。はい。廃校 OK と。で、ポータルが開くと。帰ろう。謎解く要素があるアクション RPG ですね。それどうだった？
まだゾクゾクしてる。この感覚がずっと消えないといいのに。こんなに集中できたのって初めて。私のすべてがやるべきことをやったって感じだよな。ここら辺にいる人たちについてメモを書いておいたよ。その人に会って、そのミッションをクリアしたら、得点がもらえるみたいな。そんな感じですよね。行き詰まった時に参考にすればいいってことですね。ああ、関係性があるみたいですね。関係性をこう、アップさせないと教えてくれなかったりとか。そういう感じですかね。なるほど。夜は営業してないから、昼間の間に買い物があるんなら済ませた方がいいってことですね。お、無料魔法薬を配布しているんですって。あ、ここですね。ドラッグストア。ダンジョンに入ったり仲間に制圧するんだりしてアクティビティを開始すると時間が経過する。うん、オッケー。あー、このまままっすぐ行ったらいけるのか。メイン広場。ここですね、薬屋さん。あ、え?もらった今。あー、1個もらえる。あ、結構高いっすね。6000とか。これなんだ?アートかな?アートですね。いろいろアートがある。夜の時間を一緒に過ごす相手を見つけるっていうのが右上に書いてますね。このアルベールさんか、マリーナさん、あとダニさん、ムサさん、あとは、トラビス。これなんだろう?ちょっと右が欠けててわかんないですね。ああ、いろいろ、映画館とかもあるの。スーパーとか、お土産屋とか、ボートレンタル。あ、結構アトラクションありそうですね。これ走れたらいいんですけどね。もうちょっと、速くてもいいかなっていう感じですよね。これ両方楽しめるってことかな?名声くつろぎ、馴染み娯楽、うち娯楽。ああ、ステータスになりますね。名声、娯楽、馴染み、くつろぎ。まあ、なんかの役割であるんでしょうね。この人たちと話すと、名声とかくつろぎとか馴染みとか上がるんですよね。まあ、他の人でもいいけど。全部上がった方がいいんじゃないですか。まあ、男女にどんどん入れってことですね。関係性。あ、一日の終わりにこうやって関係性が、レベルどうなのってことですね。あは。新たなスキル、ボーンチェーン。ああ、覚えたやつですね。うん。発見アイテム数とか。あと、討伐した数まで書いてますね。ベッドに入るのが待ちきれない。今日は疲れたなぁ。あ、ここで終わりですね。絵のタッチとか、ね。そういうの好きだったらいいんじゃないですかね。謎解きアクション RPG みたいな感じですかね。概要欄にリンク貼っとくので、気になる方はそちらをチェックしてみてください。